サイトメガロウイルス遣い。グリコタンパク、糖タンパク質、キャプシド、カプシド、ゲノム、ゲノム、コート、ヒ膜永 A エンベロープを持たないウイルス B エンベロープを持つウイルスカプシドウイルス拡散、カプソマー、ヌクレオカプシドビリオニエンベロープスパイクタンパク質、人免疫不全ウイルスの模式図。災害周部に見える紫色に描かれたエンベロープタンパク質。 GP120 はエンベロープ表面に貫入している。エンベロープは、単純、ヘルペスウイルスや、インフルエンザウイルス、人免疫不全ウイルスなど一部のウイルス粒子に、見られる膜状の構造のこと。これらのウイルスにおいて、エンベロープは、ウイルス粒子の最も外側に位置しており、ウイルスの基本構造となる、ウイルスゲノム及び、カプシドと呼ばれる、タンパク質のから、層を覆っている。 エンベロープの有無は、ウイルスの種類によって決まっており、分離されたウイルスが、どの種類のものであるかを鑑別する際の指標の一つで、ある。エンベロープは、通常、宿主細胞膜に由来し、ウイルス性糖タンパク質も含み、宿主の免疫系を回避することを助ける。エンベロープは、ウイルスが感染した細胞内で増殖し、そこから細胞外に出る際に、 細胞膜あるいは核膜などの生体膜を被ったまま出がすることによって獲得されるものである。このため基本的には宿主細胞の脂質二重膜に由来するものであるが、この他にウイルス遺伝子にコードされている膜タンパク質の一部を細胞膜などに発現した後で膜と一緒にウイルス粒子に取り込みエンベロープタンパク質としてビリオン表面に発現させている。 これらのエンベロープタンパク質には、そのウイルスが、宿主細胞に吸着、侵入する際に、細胞側が持つレセプターに結合したり、免疫などの生態防御機能を回避したりなど、様々な機能を持つものが知られており、ウイルスの感染に、重要な役割を果たしている。細胞膜に由来するエンベロープがあるウイルスでは、エンベロープタンパク質が、 細胞側のレセプターに結合した後、ウイルスのエンベロープと細胞膜とが膜融合を起こすことで、エンベロープ内部に包まれていたウイルスの遺伝子やタンパク質を細胞内に送り込む仕組みのものが多い。エンベロープはその大部分が脂質からなるためエタノールや有機溶媒、石鹸などで破壊できる。このため一般にエンベロープを持つウイルスは、 消毒用アルコールでの不活化がエンベロープを持たないウイルスに比べると容易である。人における病原体を含むエンベロープウイルス人における病原体を含むエンベロープを持たないウイルスハット ABRE ハールバートイントロダクショントゥバイラシーズチャプター11バイラシーズ2020年2月26日閲覧 1985年ニューヨーク血液センターによる SD 処理によるウイルス不活性法の開発ニューヨークブラッドセンター2020年3月4日閲覧消毒薬テキスト第5版4対象微生物による消毒薬の選択後ウイルスにその他のウイルス YS スクエア 病院感染、院内感染対策学術情報、2020年3月29日、閲覧、ザラビーズウイルス。CDC、2008年11月7日閲覧。ありがとうございます。